ビルヘルム・カナリス、ビルヘルム・フランツ・カナリス、ビルヘルム・フランツ・コナリス、1887年1月1日から1945年4月9日は、ドイツ海軍の軍人、国防軍情報部の部長、最終階級は、海軍大将、ナチス党政権下における、ドイツ国の軍事情報機関のトップとして、アドルフ・ヒトラーを補佐する一方で、 ヒトラー暗殺計画を含めた反ナチス運動に関与していたことが発覚処刑された。1887年1月1日、ドイツ帝国プロイセン王国ドルトムント郊外のに、カール・カナリスとアウグスタ・カナリス、旧姓、ポップ夫妻の抜師として生まれる。父カールは、ルール地方で、鋼鉄産業に携わる裕福な実業家だった。1892年に、 一家は、ドイツ西部のデュッセルドルフ、同じ年にデュースブルクへと移住し、カナリスもここで育った。デュースブルクのギムナジウムに通っていた1905年4月1日に、家族の反対を押しって士官候補生として、帝国海軍に入隊した。父のカールはカナリスが、陸軍の騎兵隊へ入隊することを希望していた。1910年に、海軍中尉に昇進した。 第一次世界大戦前の1913年9月から、防護巡洋艦ドレスデン級、ドレスデンの艦長の副艦を務めていた。この立場で、第一次世界大戦海戦を迎えた。ドレスデンは、ドイツ東洋艦隊の一隻として、コロネル沖海戦で、イギリス系巡洋艦ダウン級、グラスゴーと交戦し撃退した。その後、 ドイツ東洋艦隊が壊滅したフォークランド沖海戦の唯一のき残艦となり、その後、中立海域のチリへと逃れたが、1915年3月14日、チリ・ファン・フェルナンデス諸島のマス島カンバーランド湾で、機関国士により行動不能となり、本艦を発見したイギリス系巡洋艦グラス号から攻撃を加えられて、相談不能に陥った。 艦長はもはや自沈しかないと判断したが、それにも準備の時間が必要であり、語学に堪能なカナリス注意をグラスゴーへ派遣して、交渉のふりをして、時間を稼がせることとした。グラスゴーに入ったカナリスは、ここは中立海域であり、イギリスの攻撃は国際法違反とグラスゴー長に抗議したが、グラスゴーの艦長は交渉の余地はないことをカナリスに通達した。だが、 それでも、自沈の時間は稼ぎ、ドレスデンはこの間に自沈に成功している。この後、カナリスはじめドレスデンの乗組員全員が、チリ当局に拘束された。しかしカナリスは、1915年8月はじめに、収容所から脱走した。チリ人パスポートを手に入れて、南米が、真冬のこの時期に、アンデス山脈を越えるという危険な旅路を経て、 新独国アルゼンチンのブエノスアイレスに到達した。チリ人パスポートでイギリス船に乗り込み、イギリス軍の監視の目をすり抜けて中立国オランダへと逃れ、10月にはドイツのハンブルクへ戻ることに成功した。ドイツ海軍はカナリスのこの脱走劇を高く評価し、カナリスをスパイとして一級の素材と判断した。1915年11月にカナリスは、 海軍隊員に昇進するとともに、中立国スペインへ派遣され、ここに U ボート補給基地を作る工作任務を与えられた。マドリードに着いたカナリスは、キーカナル偽名で工作を開始した。スペインの人士に様々なコネクションを作り、U ボートの秘密補給基地を作り上げた。この補給基地から出る漁船に偽装した補給船から U ボートは弾薬や食料、燃料を受け取り、 活動の場を地中海西岸にも広げることが可能となった。またカナレスは連合軍船舶の正確な位置情報などをアドリア海ポーラにあるドイツ海軍有望ト基地に伝達した。なおこのスペイン滞在中にスペイン陸軍将校フランシスコ・フランコ、後のスペード国際者と親しくなっている。1916年に入るとドイツ海軍本部から キール軍港で魚雷艇の訓練を受けよとの命令を受けた。カナリスはドイツへ帰国するため、再度地理人になりすまして、敵国のフランスと北、イタリアを列車で通過して、中立国スイスへ入ろうとしたが、スイスに入る前に、イタリア警察に捕まってしまい、ジェノバの刑務所へ送られた。この後、スペインのマドリードに戻った。その経緯は、諸説あり定かではない。 脱走ともイタリアに送還されたとも言われる。スペインから U ボートでドイツへ帰国した。1917年に潜水艦隊に移動となり、大戦の後期2年は U ボートに勤務した。終戦時には U ボートの艦長となっていた。カナリスは大戦中にまたハリコとマルガレータヘールトロイダツエレトの交際があり、恋人でもあった。カナリスは他の多くのドイツ軍人と、 同様、ドイツ革命とバイマル共和制に反対し、フライコール、義勇軍に参加した。エアハルト海兵旅団、コンする、失政官組織の前身の指導者、ヘルマン・エアハルトと仲間とみられる。1919年にカナリスは、ローザルクセンブルク並びに、カールリープ・プクネヒト殺害で告発された、同義勇軍メンバーの軍法会議に関与した。被告の大部分は釈放された。 カナリスの手回しによるところが大きかった。同年彼は、エリカ・バークと結婚した。カナリス夫妻は二人の娘を設けた。その後、カナリスは、グスタフ・ノスケ国防省の副官の一人となったが、1920年のカップ一期に関与したために一時逮捕された。しかし無罪となりすぐに釈放されて、結局、キール軍港へ左遷されるのみで済んだ。 カナリスは1923年にブレーメン旧小型巡洋艦ベルリンの艦長となり、ここで海軍に入隊したばかりのラインハルト・ハイドリヒと知り合う。ハイドリヒを引き立てて彼を海軍士官学校へと進ませた。ハイドリヒとカナリスは年齢は離れていたが親密な交友関係を持つようになった。しかしハイドリヒは結局1931年に 女性問題のもつれから海軍を不名誉状態することになる。カナリスは1933年成立のヒトラー政権、ナチ党の権力掌握を3位を持って迎えた。1934年には戦艦シュレジエンの艦長となる。さらに1935年にカナリスは新英隊と対立を続けて更迭されたに代わって国防軍情報部の部長に任じられた。この任命は カナリスの第一次大戦の時のスパイとしての経歴も、去ることながら、カナリスが SD、新衛隊情報部長官ラインハルト・ハイドリヒと、親交関係にあったので、新衛隊や SD と、いたずらに対立することはないだろう、と見られたのが、最大の理由であった。ナチス時代、カナリスとハイドリヒは、親交と緊張の二面的な関係を維持した。カナリス家とハイドリヒ家は、 ベルリン郊外のに家を並べて、隣人として、家族ぐるみの付き合いをした。両者は、外見上は共に、家庭音楽会を開き、また、ベルリンのティーアガルテンで乗馬を楽しむ、という公的な関係を結んでいたが、個人的には嫌悪と不信があった。カナリスの価値観、ナチ政権に対する反感、犯罪的手法、テロリズムの拒否感は、ドイツの二つのスパイ機関のトップの間の溝を、 深めていった。ハイドリヒとカナリスの交渉は常に、バルター・シェレンベルクが干渉剤として必要になるほど緊張していたという、シェレンベルクが回顧録に書いたところによると、シェレンベルクが二人の交渉の場からいつの間にか立ち去ると、必ず、ハイドリヒかカナリスのどちらかが慌てて、自分を探しに来て連れ戻したという。カナリスは日記に、ハイドリヒに心を開いて、 一緒に仕事をするのは多分無理だろう。あいつは血も涙もない狂信者になってしまった。と書いている。それでも1942年のハイドリヒの葬儀ではカナリスは涙を見せている。国防軍情報部長としてカナリスが携わった工作には IRA のタイエーテロやフランコ将軍のクーデター、アラブの民族主義者によるパレスチナ、イラク、エジプトにおける 繁栄運動の支援などがある。また1936年には日本と対立する中華民国と友好関係にあった陸軍主流派に逆らい、日独軍事協力を推進し、中毒に本大使、大島博士と共に日独防協協定を成立に導いた。1939年8月末のポーランド侵攻の口実作りのためのグライビッツ事件の工作に、 カナリスのアブベアはうまく理由をつけて参加を拒否しグライビッツ事件は SD のみで実行することとなった。1937年カナリスは大本営陸軍参謀本部から派遣された陸軍大佐大越賢治と大祖戦争についてナチスに知られることなく秘密裏に研究を行った。その結果は大祖戦は日独共に国を滅ぼすというものであった。また、 日本の米英との戦争は国を危うくするものと結論された。日独とも平和的手段国力を高め、諸国民の信望を集めるべきだ、というのが彼ら二人の結論であった。カナリスは日独とも平和の道以外に生きる道ないと信じており、ナチス党への不信をあらわにしていたのである。大越大佐は1938年転任を命じられ、日本に起任した。しかし、 第二次世界大戦の開戦前より、カナレスにはヒトラーの戦争も辞さない外交政策に対して疑念が生じ始め、それは時と共に増大した。彼は部長として情報機関を指揮していたが、ヒトラー暗殺とクーデターを計画していた部下のハンス・オスターやハンス・フォンド・ホナーニに,に協力していた。1944年2月半ば、カナレスは、 国防軍情報部長から解職された。同年7月20日に、ヒトラー暗殺未遂事件が発生するとその3日後に、ライバルの新英隊情報部、国家保安本部大売局のバルターシェンベルクに、逮捕された。ドイツ敗戦の直前である1945年4月に、国家保安本部長のエルンストカルテンブルンナーは、国防軍情報部の金庫から、カナレスの反逆を示す。 証拠文書を発見し、4月5日に、これをヒトラーに報告した。ヒトラーは即座にカナリスと、その関係者の処刑を命じた。4月9日にカナリスは、ディートリヒ・ボンヘッファーや、ハンス・オスターと共に、フロッセンビュル強制収容所で、講師刑に処された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。